アールト大学駅は、ヘルシンキ地下鉄の駅。2017年11月に開業したランシメトロの一部。エスポーシオタニエミにあり、アールト大学オタニエミキャンパスに直結している。ヘルシンキ大学駅、ラウタティエントリ駅と同じく英語名が表記されている駅である。出口は東西に2カ所あり、それぞれエスカレーターが3機設置されている。プラットフォームは、 島式の一面二線である。駅コンコースの様子進行方向は右側通行である。駅構内にあるアールキアスキーファット、ファーストラッシュ、アワーホーザメトロエクステーション、HSL2017 年12月1日閲覧。アルトユニバーシティメトロセンター。アルトユニバーシティキャンパスリアルエステート2018年1月30日、閲覧。 ありがとうございます。